2-34 비타르카 힌사다야하 크리타 카리타 아누모디타 로바 크로다 모하 푸르바카 무리드 마디야 아디마트라 두프카 아냐나 아난타파라 이티 프라티팍샤 바바남 加害 などの邪念は自ら浸り強要されたり正当だったり貪欲怒り瞑想に起因しても恩は中ぐらい激烈でも苦悩と無知は無限に生じるから反対の少年実習 2-34 비타르카하 자넨 힌사 강아이 아다야하 나도와 크리타 미즈카라 사레타 카리타 교요 사레타 아누모디타하 세이토다타 비타르카 힌사다야하 크리타 카리타 아누모디타 邪念自ら強要せとか、ロバ、貪欲、クローダ、怒り、モーハ、メイモ、プールバカハ、に起因して、ムリドゥ、オンワナ、マディア、チュムライの、アディマトラハ、激烈な、 ローバクローダモーハプールバカムリルマディアディマトラハ貪欲怒り瞑想に起因恩は中ぐらい激烈でもドゥフカ苦悩アジニャーナ無知アナンタ無限パラハ正規イティだから Pratipaksha Antai Bhavanam Shonen Dukkha Ajnana Ananta Phala Iti Pratipaksha Bhavanam Mugen ni Shōjiru Kara Shonen 2-34 10回 ni Sonoku Janen ga Mizukara Shitari Kyōyou Saretari 正当だったり、貪欲や怒りや瞑想に起因しても、それらの程度が恩は中ほど激烈にしても、苦悩と無知は無限に生じる。だから正反対の少年実習。 暴力を振るうと言ってもね、自分の意思に基づく場合と、他者から強要されたもの。例えば、いじめをする場合でも、いつでもリーダー格の人間がいるわけです。それから、お前もやれって言われてね、他者から強要されて暴力を振るったりって、そういう人たちも当然いるわけですね。それから、やむを得ない状況から容認されるもの。例えば、正当防衛。いつでもいじめられる子がですね、まあ、急走、猫を噛むでして、 ついに刃物を持っていっていじめ、自分をいじめるものを刺し殺してしまったとかってあったわけですね。これからもあるでしょう。やむを得ない状況からかもしれないけれども、洋画的にはですね、それらのいずれであっても、それらが貪欲、怒り、瞑想のいずれに起因するにせよ。まあ、例えば、いじめられていることに対する怒りからですね、逆にやってしまったとかですね。 まあ、いじめる方は貪欲ですね。もっとお金せびって遊ぼうとかね。あるいは仲間に引きずり込まれて自分で何をしているかわからないうちに刷り込まれて、まあ、仲間としていじめてしまったとかね。どういう原因であるにせよ。それから、またそれらの程度がですね、恩は中ぐらい激烈。1000円よこせとか、恩は、まあ、1万よこせ、12万って言うと激烈ですね。 だんだんエスカレートしますが、いずれの場合でも、苦悩とそれを解決できない無知。苦悩っていうのは、いずれは苦悩になるわけです。今、
いじめに関わった少年たちはものすごく両親の呵責にこう苦しめられていると思うし、またその両親たちも世間に対して恥ずかしいでしょうね。あそこの子もいじめに加わったようなだらしない親ねとか社会的にも言われるでしょ。自殺したこの親たちはやはりこれはなかなか諦めきれないと思いますね。いずれにしても苦悩というのは付きまとうんです。そしてそれを解決できない無知の果てしない結果、まあ、学校から事情も聞いてみたいって言っても親としての気づきも少なかったんだしね、学校ももちろん怠慢だと思います。いずれにしても気づかないからっていう根本的なところにね、着目できなければ責め合いで無知が果てしなく続くわけですね。いかに学校とかその関係した親とかがですね、金銭を持ってあるいは毎年ですね、命日にお線香をあげに行っても根本的な解決にはならないんです。この第八荒屋敷にある戒律に背くあるいは加害暴力という根本的なね、自分だ殺された子の親にもあるし、殺した子たちにも、殺した子たちの親にもあるし、学校の先生たちにもあるし、僕たちにもあるし、みんなの心に暴力という記憶エネルギーがあるわけです。どうしてかっていうと、僕たちはワニの脳を持っていて、動物の時代にですね、争ってしか食べ物を得られないっていう時代を経てきているからです。植物の場合においてもそうです。だからエネルギーを吸収するっていうことで、まずもらって成長してお返しする。お返しする前にもらわなきゃ全体生命の中で生きていけないという宿命を担ってこの世に存在しているからです。ですから、それらの記憶を強烈に持っている人たちは、特にワニの脳に暴力的な記憶を強烈に持っている人たちはいつでも暴力的な考え、言葉、行為に走るわけですね。で、そこから目覚めていって本当に仏様のようになっていくのが人間の成長なんですが、なかなかそこまでいかないわけですね。で、根本的に解決できないので苦悩と無知の果てしない結果をもたらす。無知っていうのは因果関係に無知だと、つまり暴力的な原因記憶があるからそれが出るんだっていうことに着目して、それを断とうとしないから、獲得してその反対の愛という善の訓示をしようとしないから、どこまでも続くわけですね。これは学校の問題とか家庭の問題じゃないんです。人間として加害暴力的なことを振るエネルギーを解消しようと悲願を持たないから解決できないんです。悲願を持ったなら解決できる。そこを僕は平和を願い平和に生きるって表現したわけです。願わなかったならね、絶対平和に生きれないんです。願っても暴力的な記憶っていうのはありますので出てくるでしょ。獲得して、そして平和を願い平和に生きるって何度も何度も自分にね、善の訓示をしていかないとトランスフォーメーション変容はできないわけなんですね。反対の少年実習出てくるたびに平和を願い平和に生きる、まあ家内に言いたいこともあれこれある、でも平和を願い平和に生きる、そこで辛抱して、辛抱するだけではなく成長過程にあるんだから目覚めて自分からやってくれるまで待つ、なるべくそうなるまでは自分としてそれをそうしてもらえるように広めて、自分のバイブレーションをね、相手にも及ぼしていかなきゃいけないって、自分のトランスフォーメーションにまた戻ってくるわけです。相手を責めてもこれはしょうがないんですね。ですからいつでも自分自身に向かって平和を願い平和に生きるっていうのをどこまでも繰り返していかなければいけないわけですね。反対の少年実習で山に山の完成にまず自分が精進すべきである。相手を変えようと思わずに自分自身が精進しないといけないっていうことですね。まあ、ヨーガスータラを深く分かれば社会的な事象も全て解決できるほどの力を持ってるわけです。ですから最初はね、わがままに自分の修行していったらいいんですよ。自分の煩悩をね、解決できないような人が教育者になれるわけないんですね。人の上に立って指導できるわけないんですね。ですからまず自分自身の山に山の完成を願わないといけない。平和を願い平和に生きるということを自分自身が率先してやらないといけないというようなことなんですね。復習歌 2-34 10回に背く少邪念が自発強要性とや貪欲怒り名もがいん
恩は中級激烈でも苦悩と無知は無限発生だから少年でしょすべし半歌2-34十回に背く邪念には、いろいろ理由をつけましょう。けれどそれでもくたびれる。いっそ十回捨てましょう。少女知足熱性修行。自己学習期へご寛解。邪念に反対少年し、苦悩と無知を退治すべし。